痛恨のミス。どうしても抜けられない用事を入れてしまってポケモンカードフェスタ2017に行けない。はい、こんにちは、本日はこちらです。はい、昨日動画で見せましたこちらのコレクションファイル、こちら、中古で3000円で購入したんですが、でこちら側のファイルとそれからね中にリフィルが入ってるんですが、なんとねカード、おっとっと、はい、昨日も見せましたがこのようにカードが入ったままでね売られてました。これ全部込み込み全部込みで3000円でございました。で昨日の動画では、このねコレクションファイルの外側ですね、このファイル自体を見せてご紹介していってて、ちょっとね中身のねカードの方は、見せるお時間がなかったので、今回はねそちらこちらのね中身を詳しく、ご紹介していこうかなと思います。では早速やっていきたいと思います。ちょっとこのファイルのままだと見づらいので、ファイルからリフィルを外して1個ずつ見せていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。はい、まず1個目ですね、1個目はまずリーフィア、樹海院とかこの辺キラが多いですね。キラカードが多い。リーフィア、樹海院、それからラティオス EX、 これは何のやつだ、この辺 DP かな。で映画のダークライ、パルキア VS ディアルガーダークライのやつですね。で、電流、そして雪目の子。で、それからパルキア銀河団。で、オキシスのデルタ。そして、ライチューデルタかな、これも。ね、ライチューデルタ。はい、で、裏行って、パルキアのレベル X、それからまたダークライ2枚目ですね。映画のプロモです。入場特典でもらえるプロモ。それから、ヘルガー。で、していって、ルンパッパ、ロズレイド、それにミロカロス EX。EX とか懐かしい。はい、それでジバコイル、レントラ、それからまたリザードン GIEX ですね。ちょっと状態が悪かったりとかはやっぱりさすがにあります、これリザードンとか。そこまでレアっぽいカードはないですけど、まあ十分3000円の価値はあるかなと思います。はい、でジバコイルまた2枚目。ちょっとリフィル自体も破れてたりします。やっぱ中古だからね。はい、でレジギガス、それからエレックーだね。はい、で、これ何のレディバだろう。レジェンド1か、レジェンド1のレディバー側、外側だけがキラーになってるかな、キラーショー。はい、で、クレセリアレベル X、それからルギア。お、ルギアいたね。はい、おっとっと。そして、マルノーム、そして、コロコロ限定のプロモかな、これ。プロモゲノセクト、それから、雪目の子。で、裏目いきまして、ノクタス、ドクケイル EX、マンムで、エンペルとホエル王、ドンカラス、全然キラばっかりですね。で、ムクホーク、それから、ヤドン、これはマックのヤドンですね。マクドナルドマークついてます。そして最後ラグラージと、レアばっかりですね。こんなゆったり見せてて全部見せれるのかな。まあ、ちょっとレア以外のカードは飛ばしたいと思います。まだちょっとレアばっかりなんですけど。はい、次クレステリア、ドサイドン、レベル X、 それから雪目の子2枚目ですね。でバグータ、エレキブル、カブトプスで、オーダイル、ライチュー、ジバコイルと。で裏行きまして、はい、これプロモか、バトルシティ、これも多分2、3枚持ってるかな。はい、でエレブ EX、 それからエレキブル、これ何で、エレキブルのフロンティアブレードレベル X、 そして、グライオンレベル X、 エネコロロ、ギャラドス、デルタシュー、ボスゴドラ、マルマイン、銀河団、最後はオクタン。おお、かなり良いラインナップですね。持ってないカードもちらほらいますし、結構いいかも。はい、デオキシス、ノーマルフォルム、バッシャーも、マグマ団のボスゴドラ、この辺とか持ってないんじゃないかな。持ってなかったと思う。これもない、持ってないな、多分。グラードン EX、 悪い海流、ハリテヤマ、エネコロロ、フライゴン、キングドラ、デルタシュト。いや、中見ないで買ったけど、結構多分いいぞ、これ。はい、デオキシス EX、ウィンディ、それからエレキブル、またフロンティアブレイドのレベル X、2枚目ですね。フィオネ、雪目の子、パルキア、アグノムレベル X、 マニューラ、銀河団、悪いハガネール。おー、ハガネール様だ、初めて見たぞこれは。
この辺ハガネール、ニューラ、アグノムとか多分下の段全く持ってないですね。でも持ってもさっき言ったリザードン、あ、じゃない、グラ、グラードンとか、あと悪い怪竜も持ってないですね。結構持ってないカードがいる。この辺からちょっとちょろちょろノーマルカード出てくるんで、まあパパッと見せていきたいと思います。はい、全体はこんな感じで、ちょっとキラだけ見せましょう。ユクシーレベル X ですね。あとはそれから、ブーバーか、あとブーバーですね。あとはノーマルになってます。裏面もそんな感じで、はい、裏面全体はこんな感じになってます。おう、はい。で、これまずヨーギラスのプロモ、マックのプロモですね。ヨーギラスのプロモ、それからムーバージ、これはジムリーダーか、ムーバージのジムリーダーの EX、 あ、じゃあレベル X、 ムーバージのジムリーダーレベル X、 それからヒードランかな、ヒードラン。はい、次は、こんな感じですね。レアはライコーと、それからこれがミュウツーレベル X ですね。はい、で裏面に行きまして、はい、裏面はこのような感じになってます。で、レアはギラティナ、それから、こっちか。こっちはね、ガブリアス。そして、バクーダ。バクーダ。かな。はい、次はこちら。だいぶ、ちょっとレアっぽいカードが少なくなってきましたね。また3枚目だ。映画のダークライ。それからあとプロモで1枚、ケンタロス。これはポケパークですね。ワクワク、ポケモンワクワクサファリ。で、ちょっと話ずれるんですけど、ポケパークはこれね。ポケパークのこんなファイルがあるんだけど、またこれを詳しく別で見せたいと思います。ポケパークね。ポケパークの時に発売されてたこんなカードファイルも持ってます。はい。で、次、裏面。裏面行きまして、裏はさっきあったな。さっき1枚あったギラティナが1枚あります。ただ、ここに折れ線がピヤーって入ってますね。状態が悪いですね、結構。結構持ってないカードが多いんですが、状態がかなり悪いです。はい、次はこちら。はい、レントラージムリーダーと、それからギ、レジギガスかな。これも何枚か入ってたかな。はい、で裏面行って、結構エネルギーとかも入ってきだしましたね。このムーマージジムリーダーと、それからこっちか、ブーピックですね。ブーピックのキラーレアかな。はい、で次はこちら。いよいよちょっと少なくなってきましたね。これはここ1枚だけ、ロズレイドジムリーダーですね。これがキラカードかな。でもう裏面に関しては、レアっぽいカードはないな、珍しいカードはないですね。はい、はい、次はこちらですね。これはまずドータくん、それからヒードランとシェイミで、その横がニョロトノかな。これニョロトノ。あとは、これか、ディアルガ X か。ディアルガ X だけど、縦にちょっと折れ線が入っちゃってますね。あとは、普通のかな。ドータくんはプロモだ。ドータくんは多分これ、スペシャルセットか、レベル X が入ったスペシャルセットか何かとのプロモだったと思います。はい、で、裏面に行きます。ちょっと一枚ひっくり返ってるな、真ん中だけ。裏面はこれか。サクラビスと、ちょっと逆転しちゃってるんだけど、これ。カメックスと、それからギラティナか、ギラティナ。あとディアルガもかな。で、あとディアルガですね。はい。はい、次も同じく、はい、ノーマルカードですね。裏面も特に目立ったカードはないです。はい。はい、次も同じくかな。もうそろそろ終わりに近づいてきたかな。ほとんど限定カードはないですね。はい、裏もこんな感じ。ここは1枚だけちょっと ADV のプロモになるんだけど、これは、ADV のプロモで Mac ですね。Mac でもらえるプラスる。ハッピーセットか Mac 限定のパックか何か。あー、さっき見逃してました。さっきの裏面は、ロトムが1枚。これ、プロモでございました。これ初めてだな。DPT の3。はい、では、よいしょ。いよいよ最後1枚になりました。最後の1枚も、まあ、目新しい、お見せするようなカードはちょっとないですね。最後だけど。はい。で、裏面行って、裏もこんな感じ。裏はプロモが、これなんだろう、レジロックがプロモか。レジロックのプロモが2枚あります。PCG のプロモですね。
はい、はい、ということで今回はこちらですね、中古で3000円で買ってきましたカードファイルの中に入ってました、このカードね、カードタッチも入ったまま売られてました。でこのカードタッチを今日はねちょっと詳しく見てみました。そこそこ状態悪かったけど結構プロモとかレアカード多かったので、まあ外見と合わせて3000円なんで、まあそこそこいい買い物できたかなという感じでした。またねこんなのあったら紹介はしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。